はい、どうすきです。ソロショーやっていきましょうか。ピンポンピンポーン。さあ、行きましょうか。ソロショーですね。ドアダッシュスキン、いつものやつで行きますよ。スタート、まずこれね、一番右スタートやったんで、セキトリ合戦に参加していこうか。ほい。内側から消して、妨害勢から、妨害を食らわないように、消していくというね、立ち回り。ほい。で、復活が、間に合った。復活ののろし。で、こう、クロス進行になってますんで、ね。はい、いい感じよ。このまま体型伸ばしていきましょう。で、どんどん落ちるはずやからね、再3匹やろ。このペースの感じだと。ちょっとゆっくり飛ぶわ。はい。せーの、こうクロス進行。ここだけちょっと、順当じゃなくなってるんで。はい。で、わざわざこれね、修正しようと思ったら、一回戻らなあかんからさ。その時に、あの、跳ね飛ばされたら嫌やから。そのままクロス進行でいきます。クロス。からの、こっち。いいねー。せーの。せーの。せーの、いいよ。まあ、これね、あの、外周耐久勢が残ると思うから、5人ぐらいは残るんじゃないかな。ほい。はい。せーの。せーの。ポンザポン。スクズパン。オッケー、まあ、これで5人ぐらい残ったやろ。ちょうど5人残ってますね。さあ、5人で止まるな危険ですね。ピンポンピンポーン。5人やとね、5分耐久ちょっと厳しくなる可能性あるんでね、5分耐久は多分できないですね。5人やと。4人とかやったら、まあ1人違うだけで全然変わるからね、これほんまに。さあ、結構下行ったかな、みんな。最初なんか下削れて、ほら下行ってもな、1人下行きましたね。しかも走ってるわ。だからまあ耐久じゃなくてやり合いになると思うんでね、まあ走りながら行こうか。なんか喋りますかね。最近ね、フォールガイズの方ね、結構再生も減ってきてましてね、皆さんどうですか、フォールガイズへの温度感。ボンドカーンってなってますか。何の話や。あの、どんな感じです。結構もう飽きてきたって人多いんちゃうかなと思ってね。もうみんなさ、このステージ同じやからさ、もう飽きたわみたいな、フォールガイズもういいわみたいな感じでね、なっちゃってますかね。どうでしょう。俺的にはまだまだ楽しめてるんですが、やっぱね、こうプレイヤーとしてはですね、待ち時間がこれめっちゃ多いんですね。動画としてはカットしてるからさ、待ち時間ってあんま分からへんやんか。そのままもうすぐ次行けんのかなと見せかけて、実はね、これやってる皆さんっていうのはめちゃくちゃ待ち時間長いです。この1試合ごと1ラウンドごとね、ぐるぐるファイトだとか言ってやった後さ、しばらく待たされんねやんか。それがね、なかなか厳しいなと思っててね。だからユーザーが減っちゃうのはな、何これみたいな、1時間で4試合しかできひんのみたいな、そういう可能性ありますからね。ユーザーかなり減ってると思うわ。ほい。で、ステージもさ、結構同じのばっかやんか。モードも少ないという形でね、かなりフォールガイズ今ピンチになってますんでね。その中でも見てくださってる方とか、やってる方っていうのはですね、結構ガチ勢というか、ハマってくれてるって感じなんでね。俺もハマってんねんけどな。で、このままでは再生数1万回を切りそうな勢いなんでね、もう最近で言ったらね。ほい。なんとかせなあかんねんけども、まあフォールガイズから別ゲー移行するというのがやっぱね、実況者としてはまあ主流なのかなっていうふうに思いますけども。ほい。フォールガイズでね、もうワンパンチってのはさすがになんか大型アップで来ないとね、厳しいもんな。ほい。俺もスプラトゥーンで初めてで、マリオメーカー、そしてプロップナイトをやらさせていただいて、で、フォールガイズに来たっていう人間なんでね、どんどん移動している人間やから俺も。そろそろフォールガイズから逃げる可能性ありますんでね、まあ逃げはしへんけど、できればフォールガイズずっとやりたいけど、ずっとやるわけにはいきませんからね、やっぱ再生数がないとね。ほい。だから皆さん、その飽きてきたんちゃうかなっていうね、意見をね、コメントで聞きたいなと思いますけども。ほい。ほい。まあ、俺はね、全然飽きてないね。やっぱあの、このゲームって、いくら買っても楽しいゲームやからさ、あ、飽きるとか思わへんのな。普通にずっと楽しい。よいしょ。ただね、やっぱ待ち時間っていうのはネックやな。やっぱスプラトゥーンとかでさ、もう、一回マッチング、そんな早く、あの、1分ぐらいでさ、待つの。そっから5分試合できるわけやから、めちゃくちゃ効率がいいのな。その点、フォールガイズは、てんてんてれんて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 んって言ってさ、次のステージはとかで抽選してさで、同じステージしか出えへんし、で、待ち時間長いということでね、なかなかほんまできひんのな。これちょっとまずいね。負けそう。急ごう。
ここね、上に海賊おるからね、ここ削りたいのよ。オッケー。うわ、でもあいつ下走ってんのやばいで。あいつつまみ出したらまずいな。おしよし、よかった。エンターテイメントですね。あれはさすがにむちゃくちゃやで、立ち回りが。はい、ここからちょっと真剣に行こうか。また真剣に行かんでも大丈夫か。はいはい、皆さん的に何が見たいかね、ちょっとコメントたくさん教えてください。そのスクワットとかソロショーがいいとか、その辺ちょっと教えていただけたらなって感じかな。ほい、俺は何でも好きやからいいんだけどね。さあ、これは初音ミクを、そうやね、こっち行かれたらまずいから、こっち行かなあかんね。私向こう追いやりたいのな。行ってくれへんよな、向こう。足青の関係上でさ、青の足場あるとこ行きたいから。ほい、初音ミク終わったな、これ。ほっ、これ切られたら負けんのな、ちなみに。ほっ、どうしようかな。お、勝ったわ。なんかあっさりいってもたな。さあ、行きましょうか。リリーリーパーですね。もう全部買ったろうかな思ってますんでね、よろしくお願いします。今クラウンがね、1197個ぐらいあるんで、あと3回ぐらい勝てば1200個到達するんでね、クラウンが。皆様の応援のおかげでね、ここまでやれてますんでね。近畿市までやってくださいとかね、コメント前もあったんですけどね、近畿市までできるとこ分からへんからね、やっぱその再生数がないといけないんでね。ほい、1万回やったらね、あのさすがに投稿しますけどね、結構その1万届かないってなってくると普通にあんまやらへんっていう可能性もあるんで、ね、よいしょー。まあ、近畿市いつかゲットしたいけどな、ほんまに。ほいほいほい、よし、オッケー。さあ、誰か早い人おるな。ゴー、はい、さあ、白い虫クレーパーだー、ピンポンピンポーン。さあ、スライムスクレーパーですね、行きましょうか。ゴーゴーゴー。ここね、ここ乗っといてショートカットという形になってますんで、ただあのなかなか行かれへんからな、これね。もういろんなショートカットあるけれども、なかなかね難しいもんな、このステージね。ボクサーパンチャーとかいろいろある中で、ほい、行きましょうか。はい、でね、あのいろんなゲームねあると思うんですが、プロップナイトにね戻っていくことはないですね、俺ね。プロップナイトもね、アップデートなんか大きく変わってね、俺動画見たりとかしてるんですけども、まあ別にそのやるほどではないのかなというかいう感じなんでね、見てる方が面白いというかね、そんな感じなんで。昔のプロップナイトってやりたいけど、アップデートがねちょっとなんか失敗というか、ゲーム性変わっちゃったりとかね、いろいろあるんで、昔のプロップナイトやったらやりたかったなーっていう感じでね、今のプロップナイトは別にやりたいと思わへんからなっていう感じなんで、プロップナイトをもう一回っていうのはないかな。ほい、オッケー、スーパーザメンバー。さあ、決勝戦止まれなきゃいけましたね。ピンポンピンポーン。さあ、スライムスクレーパーで上がったのが何名や、これ9名ぐらい、9名ですね。ちょうどいい人数上がってきたということで、いきましょう。今回のメンバーズはこのような形。デンデムさん強そうやもんな。デンデムさんが優勝候補といったところ。さあ、頑張っていきたいね。さっきは5人やったからね、ゆっくり喋る時間あってんけど、9人やとちょっとぐらいしか喋る時間ないですもんね。ほい。だからあんま喋ることがないな、ここはな。しっかり、勝ちに行った方がいいんじゃない？せーの。オッケー。で、ここライン切りね、前半から集中しといた方がいいね。前半から。ここ、まあ、あの髪の毛と、分かり合うような形やんな。おしおしおし、髪の毛ミスったからもらえるね。耐久伸ばせばやっぱね強いですから、このゲーム上から見れるっていうのがな、ほんま大事やね。で、これ3マス飛びね。せーの、ひょい、オッケー、うまい。その後パネルないんですけどね、3マス飛びの練習しといた、最後に使うかもしれへんからね、イメージ練習。ほい、で、ここスーパーライン切りとかできたら強いけどな。でも連絡しても分かっとると思うから来るような。あ、押した、おいしい。ここちょっとアライグマとかも向こう隔離したいけどな。落ちろ。オッケー、でかい。で、これでまあ黄色は取れたと。あ、で、水色やり合ってもっと。ほい。水色がもっとガッツリやり合ってくれれば美味しいが、デンネムシがおるもんな、意味ないじゃん、これ。ここ取れたのに、せっかく。やっぱデンネムシ優勝候補やね。ほい。あ、誰かエンターテイメントあったぞ。あ、デンネムシ足滑らしたか、もしくはあれやな、回線落ちたかっていう可能性あるな。一番美味しいとこくれたやん、全部俺に引き継いだな、全てを。やった。あー、でも紫もいっぱいあるな。みんな下落ちるの早すぎやろ。ほい、
せーの、もう節約していきたいが、外周取り巻くか、外周取り巻いて、紫に人がおらんかったらもう勝ちやけどな。これ紫に人おる、今のところ姿確認できませんが、おらんのじゃ。あ、もう勝ったなこれ。よし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 、勝ちですね。こんななんか確信止まるな危険なんてなかなかないけどな。だからもう結構早めジャンプでいいよな。あんまり無理にジャンプしたら負けちゃうから、ミスった時に透明光ったらもうジャンプでいくわ。よっしゃー、誰もおらへんわ。単独耐久、ただあれやな、まだ青がまだフリーですね。はい、よしよし、押していくね。一人エンターテイメントあるよ。なった、アライグマとね、もう一人がやり合うから。今からあ、さあアライグマ最下層突入です。さあ、あの戦いをここから見よう、上空視点で。はい、さあどっちが勝つんでしょうか、アライグマか星さんか。ほっ、せーの、ほい、端から使っていこうか。お、星さんおるな。おお、すごい、めっちゃ上空視点で観戦できるぞ。アライグマ VS キラキラ星を。はいはいはい、あ、あれやな、お互いやり合ったら負けるの分かってんねや。だから一個もやり合ってないね。ほいほい、さあこれちなみに足滑らせたら俺負けです。めっちゃ怖いよな、これぐらいスリルある方がおもろいけどな。さあライグマがもうピンチやね。で、でんでん虫さんの方も、キラキラ星さんの方も結構もうあと10マスぐらいになってきたわ。さあライグマさん粘っているか。さあライグマさん、エンターテイメント選択 OK ですね。上空視点面白かったですね、ありがとうございます。さあ行きましょうか。12名のクオリティフレーズをね決める戦いですからね。さあまず奥が行こうか、奥でいいや。奥のこのペンギン1匹、なんでやねん、行かないで。おい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 、嘘やろ、奥狙ったのが逆にあざとなったやつ。取った、え、どこ行った、見えへん、何も。どこ、こっちの方行こうか。あ、この辺もらおうや、この辺。あ、ボンバーマン、お前よこせ、これ厳しいな。ちょっとあ、ペンギン上行こうか、上行っといてこのペンギンもらうわ。ふ、逃げろ、よし逃げます、逃げます。あ、ペンギンあっちにあるぜ、行っといて。さあライグマさん、やばい、テレビくんが来た、テレビくんが。あ、ここにペンギンあるやん、テレビくん、いけいけいけ。さあ俺とアライグマはここで予約するから、来た来た、みんな来た、仲良し来た。うわ、やばい、なんか来たぞ、黒猫や。なんで俺と弾き飛ばされんの今、どういうこと、今のでなんで弾き飛ばされるか2回行くのはやねんけど。ほい、なぜかその黒猫の手がめっちゃ長かったってこと。さあ先頭取ってますね、ここから8名ですよ。ボンバーマンとかね、圧倒的優勝候補やと思いますよ。スタート、ボンバーマンスキルが全然おらへんもんな、勝ってる人強いはずやから。やばい、ここで無限パンチが来て、トリプルパンチか、やばい、危ない。うわー、結構苦しいが、まあでもみんないけてないからいいや。右ルート OK、 右ルートはねやっぱ走りが有効っていうの分かってるんで、ここから走りますよ。今だ、よし、いけた、でかいでかい、あのテレビくんについていこう、テレビくん追いかけます。で、これで左ルートみかんですね、みかんから一個飛ばし、いいよ、テレビくんに抜かしたいね、圧かけていくわ。でもパイプドリームはねもう攻略を出てますんでね、確定攻略あるやろ、最後の水風船余計攻略っていうのがもう出たんで、俺の中で。ほい、よいしょ、最後のくだりがねなくなったっていう。さあお花畑戦法、さあテレビくん左行ったな、ほい、そのままんな切り込んでいって合流という形。この足場ね、はい、でここ水風船待ちます、今や、オッケー、これでも確定、水風船が手前に行った瞬間行ってあげたらもう確定なんで、ヤッフー、オッケー。決勝戦、止まるなきSSですね。はい、ドレミファソファミレド。さあ行きましょうか、8名ですね、8名での止まるなきSSスタート。さあまずは内周を取っていきたいところですが、取っていきましょうか、内周、内周を取っていって、ここね外周走り戦法ね、でこういう風にいっといて、よし、来た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 、あ、やばい、なんか鶏みたいなやつに崩された。じゃあこっちの戦法でいこうか、黄色回り戦法、ほい、黄色を自分で作るっていうね、そういう耐久方法になります。ただちょっと怖そうなんで、一回ちょっと巻き直すわ、一回フラットにしてからもう一回作り直そう。
ヒールが全部上がってからでいいわ。こっから行こうか。ほいほい。はい、これでヒールを自分で作っていくと。そうすると復活ののろしが合うはずですから、と思ったら邪魔されるんよな。まあまあまあ、邪魔してくれた方がいいよな。そらな、邪魔しないとあいつら負けるで普通に。さあ黒猫と走り合い。インゼリはちょっと嫌やな。ちょっと外一回巻いて、さあ黒猫生落ち。今だから真ん中がチャンスやね。作り直しできる。ほいほいほい。うわー、作り直しの最中やのにお前。ほい、逃げといてもう一度作り直そうか。あ、また邪魔してくるなあいつ。あのペンギン強そうやな。白鳥いるんですかね。はい、こっちやな。人が多い。一回ちょっと外周使って内周入る形になるな。外周使ってしっかり中に入り込んでいくイメージ。さあここで一気に来た。こっからね、ヒーロー作ります。ほいほいほい。うわー、やばい、ペンギンプールパーティーめやるな。これこっちでいいか。で、あぶれ、ここで良さそうやね。復活のろし来てるから、黄色の復活のろし来てるんで。ほい、さあここライン切りか。いや、まあいいや、落ちていこう。で、ここ走り込んで中取った方がいいからね。基本なかなかで立ち回っていかんと、ライン切られた時に負けるから、この黄色付近で立ち回るのが一番いいよね。ほいほい。あ、オッケーオッケー、そっち行ってくれんねったらオッケー。じゃあ俺こっち行くわ。はい、で、またカメラ回しつつ、これはまた中の黄色かな。中の黄色取ろうか。ほい、で、ここバシーン。お、つかみに警戒しつつやね、これね。つかみ怖いもんな。オッケー、足滑らしたね。オッケー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 。無理やりも体ねじ込んで足滑らせに行くっていう戦法やね。よっしゃー、3連勝。さあ行きましょうか。スライムクライムですね。先ほどあれやね、決勝で戦ったアズマザッパくんもねいますんでね、よろしくお願いします。まあ、次実況するタイトルとしてはですね、狙ってるのはポケモンですよね。ポケモン新しく発売しますから、ポケモンかそれかまあスプラトゥーン3かどっちかでちょっとヒットさせないとまずいのかなっていう形なんでね、ちょっとどっちか狙うわっていう感じですよね。ポールガイズもね、なかなかその伸びてくれたらね、なんぼでもやんねんけどな、難しいとこあるんでね。ほい、ユーザーがね、やっぱこっから、今からじゃあ新規のホールガイズ増えるかって言ったらなかなか増えへんもんな。今からホールガイズやりますっていう人はね結構少ないと思うのね。この間その6月のスイッチリリースされた時は増えたと思うんだけど、ブワーっと、そっからだってもう増えへんもんな。こっからもう一回もう一波みたいなことはなかなかないからさ、だから次のタイトル探しやん、論点っていうのは。いきましょう。ポケモンも得意やしスプラトゥーンも得意やからな、まあ、そこで当たればラッキーって感じだよね。ほんまね、なかなか当たらないと意味ないですからね。行きましょう。なかなか当たらへんし、それ何年かけても当たらん可能性もあるからな。ジャンプクラブの棒一本さ、ピンポンピンポーン。さあ行きましょうか。金魔女金ニワトリの方ですね。これ下半身金ニワトリやから、まあそれなりにクラウン持ってはるのかなっていうね。それかもっとクラウン持っていけばこういうスタイルが好きな場合もありますからね。さあ頑張っていきましょうか。4連勝なるかといったところ、まあ何のゲーム実況するかはね、やっぱね、もう難しいですからね。今の視聴者の皆さんにさ、何のゲーム見たいですかって言っても、それって今の視聴者数を超えることないからね。今の方にね聞いても分かんないの、それはな。自分で切り開かないと、新規への道をね。それが YouTube の難しいところ。自分でちょっとなんとかポケモンかスプラトゥーンかなんか切り開くわっていう感じの予定です。難しいけどね、それは。ほい、さあさあ棒一本やから、まあ、まあ落ちんかな。行きましょう。ホールガイズもね、もうみんななんかやめますみたいなね、ツイッターとか見ててももうなんか休みますみたいな人も多いですから、ほい、みんな結構ホールガイズもやりきったのかなということで。ほい、まあ、ステージもっと増やすべきと、あと廃止ステージが多すぎるのな。エアータイムが出ないとかさ、あと決勝戦の種目がさめっちゃ絞られてるとかね。デュオショーやったら止まれなきゃスペースとヒヤヒヤロードファイナルしか出えへんやんけみたいな、二択回みたいな、もっといっぱい出たら思うのにさ、そういうところよな。やっぱどんどん絞らず出してほしいけどな。なぜそこまで絞るのか管理できひんのかな。ボールガイズって結構バグとか多いから管理できひんのやろな。そこはちょっとあかんね。バグが多いのと、あと待ち時間が長すぎる、これとんでもないよな。ユーザー離れするやろ。ストンピンググラウンドですね。あー、ピンポンピンポン。ここでやるか、この人数で。これは優勝者出てしまうぞ、下手したら。まあ外周耐久勢がやっぱ上手いから、そうかな、優勝できんけど。あー、これ取り合いになるな。あ、ここ行くわ。
ほい、来週から作っていきましょう。ワンミスアウトやからな、これな。もう、実質止まらないけんスペースやもんな、これ。ほい、実質決勝戦です、これ。うっ、危ない。ちょっと遅らせなあかんな。もうちょいジャンプ遅らせよう。一回戻るのもちょっと危ないからね、人数少ないから狙われるかもさるから、ジャンプをギリギリにしてこんな感じでいくわ。これなら復活の戻しが間に合うはず。よし、間に合ってるね。さあ、最後ほら、もう狙う人おらへんからさ、もう外周耐久勢しか残ってないっていうデータ入ってるんだよ、この時点で。あとはだからボンミス勝負やもんな、これ。ここで足滑らしたりしたらエンターテインメントっていうね。だからもうここでストンピングラウンド関係なくなった。止まれな剣始まってます。ほい、はい、一瞬でもあの中に戻った瞬間狙われるから、これ戻られへんな。もう緊張の戦い。はい、プレッシャーゲームですよね。せーの、せーの。これ難しいのがね、あのデコボコしてるのが難しいのな。こう坂になってるからね、坂の下りとかで足滑らす可能性あるから。オッケー、決勝戦トマラケンスペースですね。ドレミファソファミレと。さあ、5人やからね、これどうなんだよな。内緒の取り合いなんのかな、どうなるか分からへんね。もう全員つまみ出すみたいな可能性もあるけどな。まあつまみ出しはせんでいいかな、リスクがあるんでね、ちょっと危ないってことで。でもつまみ出せそうやけどな。こういう人とか前行ったのかな、人に圧かけて鬼ごっこして遊ぶか、暇やし。こうやってこういう人とかね、圧かけていくわ。で金魔女とかにこう圧かけて走らせて遊ぼう。よいしょ、次こっち行こうか。あの妖精狙います。エンジェル、エンジェル、エンジェル、インコースから外に寄せていく。そうそう、よし、嫌がってる、嫌がってる、嫌がったらさ、あー、ターンされたか。もう一度行きましょう。獲物を狙っていく。ほい、よし、来た、いいですよ。嫌がってる、嫌がってる、嫌がってる、あー、ターンされたか。次他狙いに行こうか。あいつばっかいたらかわいそうやから、海賊行こう。おい海賊、これで遊ぶか。落ちろ、落ちないで行く。内周はね、あのデンデムシが取ってくれてるんで、あの見てるんでね、ちゃんと。全然虫の、あ、でも内周あれやな、解除したな。じゃあ俺もらっていいですか、内周。これ俺もらうわ、じゃあ。黄色もらいます。はい。はい。黄色ペース俺が作っていくわ。外から外から。はい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 。あ、いいね、いいね、いいね。この感じやったら、いけるよ。はい。あー、そこ黄色使われたか。まあまあいいや。大丈夫。ちゃんと。パターンはそれなりに作った。よし、あとは黄色の復活の戻しも、あと。来た。待ってたぜ、黄色さんよ。おっ。ふっ。ふっ。よいしょ。黄色さん、黄色さん。ライン切りから、いや、ライン切り無理やな、これ。おっしゃ、勝った。オッケー、しゃあ。オッケー、ありがとうございます。さあ、ちなみにこれでね、収録が今1時間経過しております。4回勝ったやろ。4回勝ったけど、その4試合で。1時間経過してるって、これ待ち時間めっちゃすごいよな。で、動画はね、あの短くまとめられてると思うんですけど、やっぱフォールガイズって待ち時間が鬼っていうね、ほんまに長すぎる待ち時間が。やばいやばい、うわっ、危ねえ、これ右ルートなんでこんなやばいん、今回、今回右ルート厳しいな。ほい、あ、でも最後どうせあの左ルート混み合うから右ルートが強い説あるよ、これ。ゴー、オッケー、やった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 。やっぱそうやな、最後が混み合うってみんな行かれへんもんな。あ、かわいいね、これ。ほい、こんにちは、行きましょう。ウォールガイズですね。ピンポンピンポーン。さあ、この人さっきあれじゃん、おった人やんな、決勝戦。妖精さん言ってたやんな、止まらない剣スペースで。ほい、さあ、これは一番右から行こうか。ここそのまま捕まって、そのまま捕まりましょうか。ここからが難しいな、行くとこないね、行くとこないわ。てなわけで、これ寄せるか、これ寄せよ、これ寄せてきて、よし、このままあればいける。で、ここつなごう。オッケー。で、ジャンピングメンバーから9名しか行かれんから、急がなあかんのな、ある程度。ほい。で、最後は直接つなぎですね。あ、でもまあこっちから行った方がいいんか。よいしょ、風使って、まあ、安定にこっち着陸しつつ、これでいきましょう。オッケー、3位入選ですね。まあ、混み合う前にね、自分で作った方がいい。さあ、来ましたね、待ってましたよ、ロストテンプルさん。
ピンポンピンポーン、やっぱこういうね、エンターテインメント性のあるステージやりたかったよな。こうワクワクするよね。スタートー、行こう行こう行こう、もう始まってんねんね、決勝戦が。ドキドキするよな、これ。ノットオープン、まずい。やべ、やらかした。あ、ただ、横横横横横横横。いけいけ、これね、次縦確定ね。で、この後、だいたい縦は開かへんねんけど。ほい。こっち。で、次、左がだいたい開く。オッケー。で、そのままもう一個左行こう。ノートオープン、まずい、終わる、助けて、閉じ込められた、ふっ、閉じ込められてもた、今ノートオープン、やばい、今回下ってる、はい、で、合流がここ、左か、縦行かれたら負けるから縦切ろうか、で、もう一周回そう、よいしょ、ゴー、え、嘘、閉じ込められた、え、ここはどこ、まさか一番右やったんか、一番右の盾か、ダメだ、皆さんありがとうございました、ここまでだったみたいです、ふっ、こっちや、お、ここや、こういうドキドキするやつやりたかったよな、うわ、ナイス、来てるし、来ないで来ないで、俺が切り開いた道を、よーしょ、オッケー、ほいほい、よいしょ、よいよい、オッケー、これは大迷宮、誰もわからなかった、解けなかった、すごい戦いでしたね。それではご視聴ありがとうございました。5連勝でしたね。